ではこちらの文献について稲岡が紹介します。こちらの文献は、ACL2019 に、アクセプトされた論文で、まだ、まあ、その公開っていうのはその今はアーカイブになるだけの状態なんで、まあ、最終版とはまあ必ずしも同じじゃないっていう、まあ、っていうのを注意してください。で、最初にアブストラクトです。この論文っていうのはそのクロスリンガルワードエンビディングの学習に関してこう分析している論文で、その、まあ、従来だったらその、まあ、従来とか最近よくも、まあ、用いられているそのクロスリンガルワードエンビディングの獲得っていうのはその例えば2つ言語でまあ学習する際はそれぞれの言語でこう別々にその、まあ、普通のワードエンビディングを学習した後でその2つをこう先見変化その単言語で学習したワードエンビディングをこう線形変換してこうその2つのもともと別の空間にあったものをこう同じ空間にマッピングするっていうまあ手法がこうほとんど今では用いられています。ただそもそもこう線形変換によってその2つっていうのがマッピングしてこう同じ空間にそもそも持ってこれるのかっていうのはこうまあ疑問っていう部分があります。でまあそれのまあ、線形変換を行って、まあ、獲得されるものと、まあ、そうでないものを比較してこうその、はいですね、線形変換でそもそも大丈夫なのかどうかみたいなものをこう確認していって、まあ、その結果その、まあ、別々に学習してマッピングするよりも、まあ、一緒に学習した方がそのより、同型で、まあ、ハブに敏感でない、まあ、と説明するんですけど、まあ、そういうような結果になったっていうのが、この文献の、まあ、アブストラクトの部分です。で次に、クロスリンガルワードエンビディングについて、まあ、用いられている、まあ、用いられているこう手法を、まあ、大きく2つ分けると、まあ、こちらの2つになっていて、まあ、1つ目がその並列コーパスがそのクロスリンガルなんでその複数言語があるんでその並列コーパスを用いてその複数っていうか、まあ、その各言語の2つのワードエンビディング言語のワードエンビディングを同時に学習する手法っていうのが、まあ、ここでいう、まあ、ジョイントメソッドって呼んでるもん で次がそのマッピングメソッドっていうのがその、まあ、学習は別々に行って後でそれをマッピングしてやるっていうような方法です。まあ、こういう2つに分けられます。で、まあ、従来、最初はまあそのジョイントメソッドが使えたんですけど、まあ、そういうジョイントでまあ分類されるようなメソッドが使われたんですけど、まあ、最近だとまあマッピングがまあ一般的になっています。で、そのマッピングを行うにあたってその前提条件というか仮定がありまして、そもそもその言語によらずそのワードエンビディングの空間というのがその同じ構造を持っている必要があるという、まあ、そういう前提というか仮定のもとで行われています。なんでそもそもその仮定が正しくなければその、まあ、線形変換の範囲でしかこうマッピングができないのでこう制限が出てくるというような、まあ、問題があります。で、実際にそのワードエンビディング学習させるときにその言語を変えたりとかあとまあドミンを変えたりっていうしたときにその空間の構造っていうのがこう必ずしも一致せずにそのマッピングを妨げるっていうことがこうその分この研究結構知られていることで、まあ、それがこうその結果こうその獲得得られたその、まあ、教育空間のエンビディングっていうのがこううまく使えないっていうようなことっていうのが考えられます。でまあ、それぞれの手法について、まあ、この論文で使った手法というのをまあ簡単に説明しますと、まあ、1つ目 の, そのマッピングメソッドというのはその、まあ、先ほども一旦説明したんですけどそれぞれの言語でその、まあまあ、300次元のスキプグラムかコアドスベックを普通に学習した後でその、まあ、ベックマップっていう、まあ、これはまあツールの名前なんですけどでこう教師なしマッピングを行って、まあ、それはですね、まあ、これは前の文献紹介のまあやつと同じなんですけど、まあ、そのこう最初にこう何ていうんですかね反復してそのマッピングっていうのをこうゼロから構築していくっていうようなまあ方法です。まあ、これはまあ前回の文献紹介だったんでまあ省略するんですけど、まあ、次がそのジョイントまあラーニングと呼んでる分で、まあ、こっちはそのまあワードツーベックっていうかまあそのスピグラム学習させるときにその文脈としてその、まあ、普通だったらまあ単言語なんでその周りのやつだ周りのその現言語だったら現言語だけの単語をこう文脈として与えるんですけども、まあ、そうじゃなくてその目的言語側の単語っていうのもその文脈として与えてやるということでその同時にその2つの言語の、まあ、単語ワードエンビディングっていうのを学習できる、まあ、もちろん同時に学習してるんで、まあ、空間も同じっていうような、まあ、こういう方法です。今これは
まあ、バイビックって呼ばれるんですけども、まあ、それを学習する方法です、まあ、この2つの方法のまあ比較っていうのはこの研究では行っています。で、その比較するにあたってまあこう指標が必要になってくるんですけども、まあ、1つ目がこの、イソモーフィズムっていう、まあ、同型っていう、まあ、1つの尺度っていうのをこう挙げていて、まあ、これはその2つ、まあまあ、クロッシングアイって言うんですけど、まあ、今回2つであるんで、その2つの言語 その構造的類似性、その空間の構造的類似性っていうのを測定して、まあ、それがこう同じような構造をしているのかっていうのをもこう評価測定するものです。で、まあ、今回 その実験では、その各言語でこう高頻度単語 その1万語に対して、その最近棒グラフっていう、こう何て言うんですかね、最近棒のやつをこうグラフのこうエッジとしてつなげていって、まあ、一つのこうグラフになるまでこう繰り返すみたいな、まあ、そういうやつなんですけど、まあ、そういうグラフを作成して、まあ、そこからこうラプラシアン行列っていう、まあ、そのグラフを今行列に変換する手法ですね。その、まあ、隣接行列とかを使って、まあ、一つのこうそのグラフをまあ行列に変換してやるという操作を行います。で、まあ、その2つ、その各言語でその行列が得られるんで、まあ、その行列においてその、まあ、その行列からその固有値をそれぞれ、計算して、まあ、その中でその合計がその全体の 90% になるまで その最小の K1 ケースなんで、まあ、K1、K2 この固有値を合計したら、まあ、90% 以上、 90% に近い、まあ、90% 以上のまあ、K をまあそれぞれ求めてあって、まあ、あとはその最後に、まあ、そのうちまあ小さい方ですね、まあ、その固有値が小さい方に合わせて、その、まあ、その、事情誤差っていうのをこう求めてやるっていうのが、まあ、ここで出る同型のまあ評価尺度として用いるものです。まあ、これが小さいほどこうよりこう2つが近いっていうようなことになります。2つの構造的類似性が近いというような方を判断する評価尺度になります。でもう一つがそのハブネスと呼ばれるもので、まあ、これはそのクロスシングルワードミーニングで特にこう問題となる部分なんですけど、そのあるその単語っていうのがその他 そのいろんな単語にそのどんな単語とも近くなってしまうみたいないうような現象っていうのがこう見られるっていうのがあります。で、今回はそのハブネスっていうその、まあ、どんな単語にも近くなるような単語があるみたいなことをこう評価するためにその、まあ、ここで評価尺度っていうのを定義してるんですけども、その現言語単語でそのあ、まあ、こう例を、まあ、例が見たら入るかもしれないですけど、こう、まあ、こう H っていうのをこう定義してるんですけど、まあ、H10% イコール 0.3% っていうような場合はその目的言語の単語のその 0.3% がその現言語の 10% の最近棒である。なんでこう 0.3% に対して推のまあ最近棒の単語がそう現言語側で 10% ある状態、まあ、これが大きければ大きいほどこうそのハブネスのこう影響が大きいというか、そのフリーストリームハブネスに敏感なモデルであるというふうに言えます。まあ、ただこの 10% って、まあ、今これ仮でやってるんですけども、まあ、この 10% っていうのはまあ、このそれを N と置いたのがまあ上の分で、まあ、その N っていうのがその評価尺度におけるパラメーターなんで、こう何ですかね、例えば F0.5 とか F0.25 みたい なんかそういう 0.25 とか 0.5 みたいな、そういう評価尺度におけるパラメーターですねっていうのがまあ N で、まあ、その結果っていうのをこう HN っていうふうに読んでるものですね。まあ、こういう尺度を定義してやって、まあ、ハブネスの評価をするっていうようなことを行います。で、さっきのハブネスの計算ではその、まあまあ、最近棒の単語っていうのをこう見つけてくるっていう作業があるんで、まあ、もちろん最近棒検索っていうのを行うんですけども、その単語 その最近棒っていうのをどうやって定義するかっていうと、まあ、普通だったらまあコサイン類似度をまあ用いるっていうのがまあ一般的とされていますが、そのコサイン類似度っていうのはそのコサイン類似度でその最近棒検索した場合っていうのはその何ですかね、ある単語 y がその x の最近棒であるっていうのがそのあった場合に、その逆の x 側の最近棒っていうのはここ必ずしも成り立たないっていう非対称性があって、まあ、その非対称性っていうのがそのまあ言語処理に限らずこうまあ様々なところでこう問題視されているところであります。
で、今回はそのクロスドミンシミュラリティローカル、スケーリングっていう、これをその影響を減らそうっていうことで、その、こう CSLS と呼ばれるものを用いています。これも前回の文献紹介の通りなんで、これも省略します。で、次がそのこれも評価の一つなんですけど、バイリンガルレキシコンインダクションっていうので、こう実際にその得られた空間 の, その単語 の, その空間を使って、その現言語のある単語と目的言語のある単語が目的言語 の, その単語 の, そのどれに一番近いかみたいなのをこう全部一個一個こう臨球していって、その対訳辞書っていうのをこう空間から辞書で作るっていうのことを行って、それが辞書とどれだけ近いかみたいなことをこう確認しています。で、辞書っていうのはもうそのはいですね、辞書も同じようにこう現言語のこの単語が目的言語のこの単語とこうなんかリンクしますみたいなことがこうザーって書いてある、辞書ですね。それを使って、プレシジョン1なんでこう、1個持ってきてそれが合ってるかみたいなことを確認して、こう空間の精度っていうのを測定しています。で、次がデータセットで、そのこれはワード、ここはワードエンビディング学習に用いるデータセットなんですけど、そのモノリンガルなんで複数の言語 の, あのデータセットを使うんですけども、今回はその英語っていうのを片側に固定して、もう片側をこうドイツ語、スペイン語、イタリア語っていうふうなもの、その3つを使います。これ3つはこう英語に近いっていうふうにありました。で、近い3つと、あとこう膠着語である、フィンランド語っていうのもこう現言語で用いて、その比較っていうのも行います。こう今回はそのジョイントラーニングを行う上では、ヘリスコパスが必要なんで、今回は、そのモノリンガルなその単言語コパスじゃなくて、そのパラクロールっていうものを用いてそのワードビーディングを学習します。で、データ量としてはこれぐらいですね。単語、英語に起きる単語がこれぐらいの、格言あですねの、英語では308メガとか、なんか503メガってなるようなその各言語のデータですね。これ全部パラクロールなんですけど、それを用います。なんでちょっとフィンランド語がちょっと少ないデータになっています。で、次がその、辞書との、どれだけ近いかみたいなことを確認するための、これがあの言語資源で、こう e パールっていうものを使っています。これはこうユーロパールっていう、ちょっと内容は忘れましたけど、それの単語アラメントからこうこの単語はこの単語になるみたいな、こういうそういう辞書っていうのをこう抽出して、1500件抽出していきます。また下のそのミューズっていうのは、その Facebook が内部で持っている翻訳ツールを使って、その自動的っていうか、集めてくるその翻訳数を使って、この単語はこの単語対応するみたいなのをこう1500件収集したっていうものです。これはアンスパパイズド SMT のツールセットに入っている、多分で評価している評価数と確か同じだったと思います。で、結果がこれで、これざっとなんですけど、一番左っていうのがその、空間の構造的類似性ですね、固有値を使って評価するのと、その右が、ハブネスの、その NNU っていうのは普通のですね、ニアリストネイバー使ったやつで、CSLS っていうのが、そのコサイン理事長じゃないを CSLS に置き換えたもので、PH っていうのは、これ EPAL と MUSE ではそれぞれその辞書で評価した時の、プレシジョンですねっていうのを表しています。一番左が言語対で、その右が使った手法ですね。ジョイントラーニングとマッピングで比較しています。で、最初がその同型、イソモフィズムというものを評価していて、これはその空間の構造的類似性がどれだけ近いかというのを、ここで示していて、その、結果としてはその全ての場合において、マッピングの手法よりもこうジョイントラーニングの方が低くなっている、これ低いのがいいっていうですね、低くなっている結果になって、こう、そのジョイントラーニングの方がよりこうそういう構造的に類似したこう空間っていうのが持てているということを示しています。で、その特にそのフィンランド語に関してはその、訓練コーパスが小さいっていうのと、あと言語的に離れているっていうものがあるんですけども、そういう場合においてよりこう貢献っていうか向上が大きいような結果になっています。
で次がハブネスの結果で、まあ、これはまあドイツ語以外だとこうドイツ語以外でこう良好な結果、まあ、上がっている結果になっています。でこうドイツ語っていうのは、まあ、他の言語と他の、スペイン語と、まあ、イタリア語と同じようにこう近い言語っていうふうに、まあ、使っている言語なんですけど、まあ、それでもこうドイツ語だけこうちょっと向上が低いっていうのがあって、まあ、これはこうそうなんていうんですか、言語の違いっていうのがそのマッピングでこの影響に与える影響が大きい、そのこの言語だとうまくいくけどこの言語だとうまくいかないみたいなことがこうあるっていうのをこう言及してました。で、まあ、その今回使ったし SLS っていうのがそのマッピングで特にこう効果的に働いている、まあ、逆に言えばそのマッピングっていうのがそのそのハブネスっていうのがこうに敏感になっていて、まあ、CSLS を抑えているみたいないうふうに、まあ、取れます。で、次が辞書を使った評価で、まあ、こちらも、まあ、特にフィンランド語でこのジョイントラーニングの効果っていうのがこう大きく表れているものとなっています。まあ、こちらもまあさっきと同じように CSLS を使った結果っていうのがそのマッピングで特にその効果的にまあ動いているっていうような結果になっています。で、次にディスカッションです。で、まあ、その今回は同じ条件か、まあ、同じデータセットを使ってその対約あのあ同じセットを使ってそのワーデンビーディングをまあ訓練してるんですけども、まあ、その場合においてはそのマッピングでもまあこの一緒に学習するまあジョイントラーニングの方がいい結果をあいい表現を得ているっていうのがあって、まあ、特にそのまあ言語間の比較も見ても分かるとおりその言語間この言語とこの言語とうまくいくけどうまくいかないこれはうまくいかないみたいな、 なんかそういう違いっていうのがこう軽減されるような結果になっています。でこれはその、まあ、今回は同じデータを使ってやっているで、まあ、上がってるんですけども、まあ、その今回の結果をもって、まあ、そのジョイントラーニングがマッピングよりも優れているから、まあ、これからジョイントラーニング使いましょうっていうそういう結果ではなくて、まあ、そもそもデータが、まあ、データを統一してるんですけどそもそも、まあ、マッピングだったらタンギングコーパスで共有すればいいとかそういうなんかもそういう違いがあったりするんで、まあ、そういう、まあ、ジョイントラーニングの方がまあ常にいいよっていう思想ではないです。でまあ、今回の結果が示していることっていうのはそのマッピングメソッドっていうのはそのさっき言ったイソモフィズムとかその、ま、あのハブネスとかっていうそういうことの考慮っていうのに対してその制約制限があるなんかこうマッピングだとこうそこが解決できないっていうか、まあ、現状のマッピングにはこう、まあ、制限があるっていうようなことをこの結果では示しています。で最後にコンキュージョンです。でそのヘイリスコーパスを使って、クロスニガルワデンビーディングを学習してそのジョイントラーニングとマッピングでその特性の違いっていうのを比較して、まあ、その結果ジョイントラーニングの方がこうより良い表現を得ているっていうのを確認しています。で、まあ、その結果からその現行持ち合いでのマッピングっていうのはこう強い制限があって、まあ、そのまあ、そのさっき言った、イソモフィズムとかハブネスとかっていうのがこう対してちょっと弱くなっている結果になっています。で、まあ、今後の話としてはその、まあ、ヘイリスコーパスが、まあ、今回そのジョイントラーニングだと必要になってくるんですけど、まあ、実際この学習するときにはやっぱり単言語コーパスを用いて学習したいっていうのがあるんでその単言語コーパスを用いた上でそのジョイントラーニングのような、まあ、一緒に学習するみたいなことがこうできるような新たな手法っていうのがこう求められるっていうのが、まあ、最後の、まあ、今後の展望にあたる部分です。以上で終わります。